さすがにね、それは、さすがにですね、ちょっと、これ以上言わなくていいでしょう。あると思います。具体的に言うと外来で見させていただいても結構いらっしゃるかなと思いますね。まあ、簡単に言うとですね、23歳だと、まあ、普通は身長伸びないと思います。このですね、薬剤師さんのおっしゃることも正しいと思います。亜鉛を飲むと身長が伸びるっていうのはシンプルに1対1対応で結びつけて考えるのはやはり不適切だと思います。例えばですけども、小児内分泌学会とか、そういったような学会からはサプリメントでは身長伸びないというふうな名言がですね、ホームページにドーンと載ってたりもします。ですので、そういったですね、情報にですね、惑わされてむやみに飲んだりして過剰な期待をするというのは良くないと。ただし一方で、亜鉛が欠乏した状態においてそういったのを内服することによって身長伸びたっていうような論文はいくつか出てる。ですので、まあ、そういった事実もあると思います。どうでしょう。これが答えですね。簡単な答えとしては、2回で分割して睡眠することは特にお勧めしません。もちろんね、成長痛っていうのでね、評価であれば、もしかしたら身長が伸びるかもしれません。ぜひですね、受診の方に行っていただいて、そこで判定を受けていただくといいんじゃないでしょうか。飲みません。優しく見積もると1センチとかね、2センチぐらいあった可能性があるんじゃないでしょうか。成長期にすごくきつい靴を履いたりすると足の成長がですね、少し止まるような可能性は少しはあると思うんです。正直言って1センチとか2センチが小さくなるぐらいであれば、身長に影響を与えるかというとそこまでも与えないようにも思います。もちろんあります。逆に言ったらそういうふうにね、まあ、悩んだ経験があるからこそね、こうやって皆さんの、ね、身長ね、伸ばしてあげたり、そういった気持ち、情熱が溢れているのも事実になります。さすがにこれはって感じだと思うんですけど、マシュマロで身長が伸びるっていう何かそういうなんか雑誌か何か、もしあったらぜひね教えてください。飲むことに対して大きく危惧する必要もないようにも思いますけど、いかがでしょうか。どうでしょう。これはね、少しなんか嘘っぽいような気は私はしますけども、いかがでしょうか。肩甲骨が開いてるっていうのは、おそらくこれがこうなってるってことだよね、多分ね。こうじゃなくてこうなってるってこと。で、例えばなんだけど、まあ当たり前なんだけど、こういう風になってたら、それは身長の伸びに悪いというか、身長をまあロスしてるっていうような表現になってくると思う。なので、まあそういったのはですね、まあ猫背バンドってね、 Google で検索するとそういった商品結構出てくるんですね。こういう風に矯正するようなバンドを眠ってます。で、2000円ぐらいで買えますので、買っちゃってもいいと思います。ただね、姿勢をね、こうまっすぐするような作用はあるので、姿勢を矯正するとか、そういった意味ではいいんじゃないでしょうか。運動はですね、いいです。しかも1時間っていうのも結構理にかなってまして、繰り返し私もこの動画でお伝えしてますけども、最初の60分間は有酸素運動ね、すると成長ホルモンがグーンと分泌されますので、運動していただくのがいいと思います。特に、まあ、1時間では結構ね、まとまった時間ですので、全然やっていただいていいんじゃないかなと思います。まあ、運動前もそうですけど、運動した後にもしっかりですね、タンパク質とかね、有効な成分を取っていただいて、身長伸ばすに役立ててください。30分間の、まあ、運動というふうに捉えられますので、まあ、そういった意味だとやっていただいていいと思います。トランポリンによるね、これでブインブインブインってね、ジャンプ的な要素がね、身長にとっていいかっていうね、そこもね疑問になってくると思うんだけど、めちゃくちゃいいというふうに言い切るのはちょっとね難しいかなと思う。いわゆるまあバスケットとかをして、ジャンプとかの作用が身長伸ばすのにプラスに働くかっていうのはね、明確な論文とかが出たりしてるわけでね、なんとも言えない。だけど、まあ少なくともマイナスに働くことはないんじゃないかなと思うので、まあ、やっていただいてもいいと思います。で、結論から言うと、飲んでいいと思う。で、なんでかというと、睡眠すると脱水症状になるっていうふうに言われてる。なので、まあそういった意味だと、まあ脱水を防ぐっていう意味だと、水コップ一杯ね、水飲んでいただくのは睡眠の質の向上につながる可能性があると思います。ですので、いいと思います。なので、ぜひ飲んでください。
確かにですね、タンパク質やアミノ酸は成長にですね、非常にいいというふうに言われてますので、そういった意味だと十分検討されるような内容になってくるのが一つ分かります。ただしなんですけど、ね、今回、ローヤルゼリーの論点、最もですね、お話しすべき内容はデセン酸なんですね。でデセン酸というのは脂肪酸の一種に分類されていて、基本的にローヤルゼリーのみに含まれる貴重な栄養成分だそうです。ポイントとしては、女性ホルモン、エストロゲンと似た働きがあり、様々な健康効果が期待されているってことなんですね。具体的に言うとなんですけども、ローヤルゼリーのこういう、例えばですね、デセン酸が女性ホルモンとして働いて、女性ホルモンは骨端性を閉じる働きがありますので、同様にしてですけども、デセン酸が骨端性を閉じる働きがあれば最終身長を低くするというふうに考えられます。一方でなんですけども、超短期的に見た、例えばですけど3ヶ月か6ヶ月スパンで見た場合は、女性ホルモンですね、一気にスパートを引き起こすので、そういった意味だと成長で一瞬ですけども促してしまうので、短期データがあるとしたら、もしかしたら身長を伸ばすというような表現になってまいりますので、そういったのも注意が必要になります。つまりなんですけども、結論から言うと、わからない、めちゃくちゃ伸びるというふうにお伝えするのは難しいかなと思うんですけども、やっていただいてもいいんじゃないでしょうかね。少なくともですね、まだ伸びるというふうに思ってもいいんじゃないでしょうかね。別に2時に寝ても身長伸びますよ。ただ10時に寝た方が睡眠時間ね、長くなるし、睡眠の質まで向上することから、身長にとってはプラスに働くのではないでしょうか。何時間使用するかよりも大事なポイントとしては、寝る前にブルーライトを浴びてしまうと、光でこう目が覚めてしまって睡眠の質がね落ちてしまうので、寝る、どうですかね、2時間ぐらい前までやめていただくとね、いいんじゃないでしょうか。結論から言うと、乳歯から永久歯への生え変わりが早い人は単純に早熟っていう風な表現でいいのではないでしょうか。結局、骨端性が空いてるかどうかを調べる方法は、正直言って、レントゲン取るしかないかなと思うし、まだ伸びるかどうかのね、検討したいだけであれば、単純にこの1年間で1センチ以上身長が伸びてるのであれば、身長はね、まだ伸びてるんじゃないでしょうかね。一般的にその言われることとしては、ベルクマンの法則ってやつよね。多少やっぱり関係はあるんじゃないでしょうか。それがちょっと具体的にどういうふうにね、論理立てて関係あるかって今ちょっと説明するのは難しいんですけども、気温によって身長が統計的に見ると変わるというのは一般的な見解だと思います。説明しうる何かがあるとすればですけども、例えばスポーツしてる時っていうのは、こう栄養が少しね出る量が多くなるので、そういった栄養バランスがもしかしたらこう崩れてたのかもしれないですね。入ってくる量と出てくる量のバランスが少し悪かったのかもしれないです。鉄を摂取したからといって身長が伸びるっていうデータはおそらくないと思う。同様にして、ビタミンも同じですね。ビタミンだけで身長が伸びるっていうことはないと思う。ただし、栄養の改善によって身長が伸びるっていうことは、栄養状態の改善は間違いなくですね、身長にとって何かしらプラスに働くと思いますので、ある程度ですね、補充してあげた方が私はいいというふうに考えています。極端にですね、体が硬いことを危惧したりだとかする必要はないと思います。結論としては、どちらでもいいとは思うんだけれども、この文章だけを読むと、私は給食をおすすめします。どうして給食におすすめするかというと、タンパク質が 40g プラス牛乳っていうことは、タンパク質の摂取量が多いですよね。給食がいいとか、お弁当がいいかとか、ケースバイケースなので、いろんなパターンがあると思いますので、なんとも言えないと思います。今回のこの文章だけでいくと、タンパク質が 40g 摂取できるプラス牛乳がついて300円であれば、私はこの件であれば給食をお勧めします。ヒゲがかなり濃いというのは、思春期がかなり後半であることを示唆します。いわゆる剃って毛が濃くなるのを心配するとか、そういったようなニュアンスかなと思うんですけど、あまり身長という意味では気にする必要はないというふうに思います。牛乳でもね、それはいいのかってことだと思うんですけど、いいと思います。牛乳に関して言うと、タンパク質が含まれているというのがいいっていう点ですね。一方でちょっと注意が必要な点に関して言うと、下痢を起こす方、乳糖不耐症の方は摂取が注意が必要であるということと、ただ牛乳の場合だと脂質が多い場合があるので、体型に応じて摂取量をですね、調節するというのも検討されることもあります。伸びます。で、O を直したらこういう風に伸びるわけですよね。X もこれがこういう風になるわけですから、同じ原理ですので、両方とも同じようにして身長伸びます。いわゆる朝の身長と夜の身長、大体2センチぐらい身長差があるというふうに言われていますので、単純にその差なのではないかなというふうに推定されますけど、いかがでしょうか。
それでですね、熟睡できるようであればやっていただいていいんじゃないかなというふうに思います。まあ、簡単に言うと修正体重が狭い低い方に関して言うと身長がですね低くなる可能性があるというような内容になってまいります。まあ、こういったところからですねやはりある程度修正体重と体重身長は関係あると考えられる部分もあると思います。まあ、結論的に言えばある程度は関係あるのではないかなというふうに推測されます。まあ、採血のデータをこうですね、まあ、まとめてこう見たりする機会もあるんですけども、そういったのを見てもやっぱりですね男性ホルモンの分泌がかなり強い方の方が骨代謝が少しちょっと低い傾向にあるなという印象も受けます。まあ、少しは関係あるというふうに言えるのではないでしょうか。